週明けをサッカーでちょっと明るく、週明け11第144回目の放送です。皆さんこんばんは。先週は大変大きく絶叫してしまい申し訳ありませんでした。びっくりされた方もいっぱいいらっしゃるかなと思います。今夜もどこかでタイミングがあれば絶叫するかもしれない、マナです。よろしくお願いします。そして本日も夫な参謀長、よろしくお願いします。はい、こんばんは。今夜も始まりました週明け11、3月22日になりました。非常事態宣言が東京、神奈川、千葉、埼玉含めて解除されて月曜日を迎えておりますが、あまり昨日と変わってないのでどうなるんでしょうか、この国は。ちょっと心配なこともいっぱいあるんですが、早速先週先々週といろんなコロナにまつわる話をしたかと思うんですが、今週もちょっとコロナに関係するサッカー界の話という意味でニュース紹介していきたいと思います。それではマナちゃんよろしく。はい、参謀長よろしくお願いします。非常事態宣言ではなく緊急事態宣言ですね。はい、ということで本日も週明け11的に、気になったニュースを深掘りしていきます。まずは1本目こちら、東京五輪海外客受け入れ見送り正式決定、国内客は4月中に判断、毎日新聞からのです。残念なことにも海外のお客さんを受け入れないということです。この日までボランティア等で英語の勉強をされていた方などの努力がね、ちょっと報われない形になってしまって残念ですけれども、仕方ないというところでしょうかね。早くこのウイルスが落ち着くといいですね。はい、続きましては、アンダー24の日本代表が、なでしこ代表についてこの後ニュースで触れていきますけれども、ジャマルちゃん、急遽参謀長が補足入れます。サッカーのオリンピック代表、東京オリンピックってサッカー女子も男子も出るので、海外からのお客さん来ないので、国内だけのお客さんがサッカー場に行けるってことですけど、それさえも4月になったら分かんないぞっていうニュースだという意味でね、今五輪担当大臣さんとか小池都知事とかがね、まだ競技中ですけどってね。ただ確かサッカーの試合会場って宮城県とかいろんな東京じゃないところでやるところが多いので、なかなかよくわからないっていう、正直今夜の時点でですね、まず東京オリンピックやるのかやんないのかもよくわかんないぞっていう状況なんでね、そういう意味でこのニュース1本目選びましたということで、はい、補足で入りました。次のニュースいきます。はい、ごめんなさい、ありがとうございます。ということで今日は日本代表のニュースがふんだんにあるということですね。はい、まずこちらです。サムライブルー日本代表メンバーという、アンダー20じゃなかった、モンゴル代表戦カタール予選兼アジアカップ中国2023予選、モンゴル代表戦、長い読みにくい、国際親善試合韓国代表戦のメンバーが、発表になりましたというニュースです。こちらはですね、3月15日の143回週明け11にても深掘りをしているのですが、その時には、とかチケットのことなどがあんまり、チケットは発表されてたのかな、メンバーは全く発表されてませんでした。やっとここに来ていろんなことの詳細が出てきたそうなので、ちょっとその辺をほじほじしていければなと思います。まずメンバーはこちらになっています。ゴールキーパーから、監督は森保はじめさん、そしてコーチは斉藤俊秀さん、上野優作さん、コーチ松本良一さん、そしてゴールキーパーコーチが下田隆さん、
読めと言われたのですが、私さっぱりわかんないです。そしてゴールキーパー前川大也選手、これ後ろについている何のマークでしょう、この米粒みたいなマークは初めて選ばれましたという意味ですよね。はい、初めて選ばれた選手の名前からちょっと言っていきましょう。川崎フロンターレ山根美希選手、横浜 F マリノス畑中慎之介選手、名古屋グランパス中谷慎之介選手、そして FC 東京の小川亮也選手、初ですね。そしてミッドフィルダー江坂当たる選手、柏レイソル所属、この選手注目だそうですよ。そして、サンフレッチェ広島の川辺駿選手、そしてセレッソ大阪の坂本達弘選手ですね。川辺選手はと呼ばれているそうです、広島の、よくわからないんですけれども、そして、せっかく初めて選ばれたんですけれども、原川力選手が怪我をしてしまったため、稲垣翔選手と選手変更になりましたということです。以上がこちらメンバーになりますね。そして海外からも来日するということで、吉田麻也選手、富安武弘選手、南野拓実選手、そうですね、そして鎌田大地選手も、選ばれている。あとまた上の方にもいますね、遠藤航選手、伊藤純也選手、そして森田秀正選手。もうチーム名が読めない、 CD サンタクララで合ってるのかどうかもちょっとわからない、もうちょっとわかりやすいチーム名にしていただけないでしょうかなと思います。はい、続きましてはこちらのニュースです。はい、日本政府が特例など相手国の入国を許可、3月下旬のサッカー日本代表戦についてです。簡単に言えば日本政府が相手国の入国が特例で認めたということですね。日本サッカー協会の責任において、責任下において、防疫措置をすると。そして入国許可を得られたということですけれども、何か大人の力が働いているようにしか見えないんですけど、東京五輪に出場するアンダー24日本が26、29日に国際親善としてアルゼンチン代表戦を行うということなんですが、アルゼンチンの選手も来日できるということですか？これエスペランサの選手だけでやるってことではないんですね。なるほど。なんでしょうね。大人の力が働いているように見えるんですけれども、果たしてこれ本当に感染者が出たら、責任は誰が取るんでしょうね。誰が取るんでしょうね。はい。ということで、日本代表戦開催にあたっての感染対策についても、こちら書いてあります。ちょっと長くいろいろ書いてあるんですけれども、まずは徹底した検査についてですと、力強く、そして薄い文字で書いてあります。出国72時間前以内に検査を実施し、空港内で、検査をし、なんかともかくいろんなところで経験そうです。往復ともにチャーター便を手配するということで、果たしてこの予算はどこから出てるんでしょうかね。そんなお金があるんだったらワクチンを作れと私は思います。欧州での日本代表戦などの実績をもとに JFA が定めるプロトコルに従って感染対策を講じるということです。警備員を含むスタジアム業務にあたる全てのスタッフ、メディアに対する15日前からの健康チェック、チームエリアで業務にあたるスタッフもちゃんと行うと書いてある。ということは、これサポーターも14日前からの対応も変えて送ったりしないといけないんですか？そういうのは特にないってことですか？意外と中途半端なルールですね。はい、というわけで続きましてはこちらですね。南野のサウサンプトン監督、代表戦はナンセンスとおっしゃっております。こちらはエースカイ電子日刊スポーツの記事なんですけれども、電子版など複数の海外メディアが報じているそうです。ハーゼンヒュットル監督、かっこいいですね。この写真、ベイスターズにいたパットンみたいな顔してますね。長旅にもかかわらず南野は行ってしまうだろう、長距離移動であることが私は気に入らない、はっきりとおっしゃっております。いやー、もう日本サッカー協会や
森さんなどに遠慮しないって素敵ですね。同監督は続けて、我々はいかなる理由でも国を離れることを許されていないが、彼らはコロナ禍でも世界中に行ってしまう。なんとも切ない文章です。行ってしまう。私はそうすべき理由を考えつかない。だが受け入れるしかないと。最後に大人の対応。いや、監督としてもすごい。選手を送り出すってのは心配ですね。個人的にこの代表戦やるべきかどうかはお話ししてくれるんでしょうか。ちょっと楽しみですね。ちなみに私は反対です。さあ、続きましてはこちらのニュースです。2021年度社員総会後の記者会見の発言録について、J リーグの公式ホームページに、出ておりますが、こちらはですね、3月8日の週明けイレブン第142回深掘りをしておりますので、そちらの方もぜひご覧になっていただければと思います。J リーグの黒字について、触れておりますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。プレスリリースでこの決算について青いグラフと緑のグラフでともかく黒字でしたと。しかし成長という感じの黒字ではないという、私もちゃんと覚えてるんですよ。成長っていう黒字なものを削減削減削減して、黒字に最終的にはなったという、表になっていますね。お隣で参謀長がすごい熟読しておりますけれども、はい、こんな感じですかね。はい、続きましてはこちらのニュースです。テギバシャーロ宮崎の、水永選手が、手術で全治6ヶ月と、こちら大変心配なニュースです。超ワールドサッカーワールドですかねの記事に載っておりますけれども、昨シーズンは JFL で12試合に出場し6得点を記録、2試合に1回は決めてるという、得点源を失うことになってしまいました。テギバシャーロ宮崎に関する動画の、URL のリンクも概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧いただければと思います。水永選手の一日も早く、回復することをお祈りしております。続きましてはこちらのニュースです。指導者にならない J リーガーは何をする、スポーツマガジンナンバーのウェブというページからですね、麦わら帽子にジャージ、手には軍手、足元はたっぷりと土がついた長靴、スパイクが長靴に変わったってことですね。土日は特ファームにて何を育ててるんでした、トウモロコシか何かを育てているそうですね。あ、はい、スイートコーンですね、栽培しているということです。サッカーの指導者にはならず農業で、農業、そして、野菜などを売っていく経営者になるということで、ですよね。経営者の父の背中を見てなどと書いてあります。サッカーのことを考える余裕はない。セカンドキャリアは。という感じになっています。これはちょっとサッカー界での生きていくのが難しくなってきているというヒントになっているのかもしれません。今いいこと言いました。そして続きまして、フットボールゾーンウェブからの記事です。サポーターとの関係性にも変化、現役 J リーガーが SNS を積極活用する理由。こちら J リーガーだけを取り上げているので、私個人的にはちょっと気に入らないんですけれども、YouTube、Twitter、Instagram、SNS 活用の先に見据えるものと書いてあります。週明けイレブンとしても、これからも、いろいろなサッカー選手の YouTuber をやられている方、昨年でしたら、池田選手や、若田選手、そして、コバルトーレの橋本選手、そして松本選手なども出ていただいております。そしてまたクラブハウスにて、佐藤翔馬選手をかけさせていただいて、インタビューまでつながっているということなので、週明けイレブンとしても、これからも、自分で何かを広げていきたい、また面白いことをやっている、そして面白そうだなっていう方を、取り上げていく、お手伝いをさせていただければと思います。
時代の流れといいますか、サッカー選手がサッカーだけをやってればいいという風潮はなくなってきています。間違いなくそう思います。私もより身近にサッカー選手を感じ、 J リーグの価値も上がると思います。 J リーグだけでなく地域リーグの価値も上がると思います。ぜひ今後も週明けイレブン等で協力していただける方はぜひ協力していただければなと思います。概要欄に池田選手と若田選手などの YouTuber 系のインタビューのリンクも貼ってありますので、ぜひご覧いただければと思います。さあ続きましてはこちらのニュースです。東急株式会社とのオフィシャルパートナー契約を新規締結。マークだけ見るとちょっと分かりにくいので、渋谷シティ FC、 渋谷から J リーグを目指すチームがフットボールクラブということで、こちらが東急株式会社とのオフィシャルパートナー契約を結んだということですね。これはパンツに入るということですね。渋谷駅に東急がありましたよね。最近ちょっと解体工事している老舗が渋谷の再開発によってなくなるということですけど、そしてこちらが山内和樹さん、渋谷シティ FC の代表取締役の方のツイッターからですけれども、4月18日の日曜日18時半キックオフで渋谷区スポーツセンターにて、法政フットボールラブなんですかねと、試合をするということです。ちなみに観客が入れるかどうかに関しましてはまだちゃんと決まっていないそうなので、見に行きたいなという方がいらっしゃいましたら、渋谷シティのホームページなどを、参照していただければと思います。またこちらの方が、昇格への道のりについて書いておりますね。チームの目標である関東には3つのステージをクリアする必要がありますと。こういうのは初心者向けにはとても大事なお話ですね。関東2部との入れ替え戦が導入されることになりました。かなり昇格は厳しい条件ですね。まずは3位以内に入り、関東社会人サッカー大会の決勝に進出をして、2部の9位は10位のチームとの入れ替え戦をやるということなんですけれども、この辺に、校長に深掘りをしていただこうかなと思います。それでは参謀長、よろしくお願いします。はい、まなちゃんありがとうございました。今日はちょっとたっぷりニュースを紹介して、もうすでに20分ぐらい経ってるんですが、駆け足でここから、深掘りしたいと思いますが、まずは、まあ、この渋谷シティフットボールクラブ、渋谷区初の試合開催ということで、なんていうんですかね、なかなか東京首都圏にお住まいじゃない方には伝わりづらいニュースだと思うんですけど、まあ、東京都内のですね、サッカー場およびスポーツ施設は非常に数が少ないというかですね、グラウンドを抑えるのも本当大変っていうね、それこそ高校大学女子サッカーいろんなカテゴリーいろんな第1種第2種とあるので、社会人サッカーリーグ、例えば渋谷シティの場合は都リーグですけど、関東リーグ含めてね、本当に東京、神奈川、埼玉、千葉あたりは本当に試合会場探しで大変というのがつきものなんですが、中でも渋谷区っていうのがそんなにというかほぼなかった試合会場は、都リーグ、社会人リーグ、地域リーグができるような試合会場が本当になかったという中で初の開催というのが、関係者の皆さんがいろんな協力を得てこぎつけたんだなと思って、ちょっと私東京生まれ東京育ちなんでちょっと感慨深いものがありますが、さあここでこの山内代表が書いてる関東2部への昇格への道のりは厳しいというのですね、確か2月の放送の時に、今年の地域リーグと JFL の昇格の条件がなかなかハードル高いねと、入れ替え戦実施みたいなことも、週明けイレブンで深
深掘り解説したと思うんですけど、それもあの動画の詳細欄に貼っておきますので、そちらはそちらで、あの関東あの地域リーグから JFL の昇格条件みたいなのも合わせて見てもらえればなと思いますが、それにちょっと似てるのはですね、自動昇格じゃないというね、特にあの都道府県リーグ、都リーグとか県リーグから上がる場合は、その少なくとも都リーグを優勝したり3位以上でも、その千葉の代表、埼玉の代表、神奈川の代表、東京の代表みたいなね、1都6県の代表チームが集まって、そこでまたしのぎを削って、2チームだけが、去年までは2チームが自動昇格だったんですけど、今年はさらに関東リーグ2部の9位もしくは10位のチームと入れ替え戦をして勝たなきゃいけないと。だからまあ、あの都リーグのチームが昇格するには、千葉や神奈川や埼玉の強豪チームに勝つだけではなくですね、既存の関東2部の強豪チームにも勝って初めて入れ替え戦で勝てばっていう意味なんでね、そういう意味でハードルが高くなりましたというかね、はい、そういう、こうちょっと渋谷シティの、ツイッターから、連投して今年の地域リーグがいよいよ開幕するっていう話に持っていきたいと思うんですが、突然話はポンと変わりますが、もうあと10日もすれば4月1日になります。4月に入るといよいよ9つの地域リーグが順次開幕していくということで、改めてですね、今夜の週明けイレブンではですね、2021年の地域リーグ、全てで9つあります。9つの地域リーグがあるんですが、中でもですね、東北なり関東なり北信越っていうのは1部2部っていうね、2部リーグ制を取ってるので、正確に言うと 14あるね、15かな、北海道から九州までね、今夜の時点でこの3月22日の時点で、発表になっている地域リーグの開幕カードおよびリーグ日程を、それぞれ の、あのリーグのホームページなり、協会なりクラブのホームページから探して見つけてきたので、それを順次皆さんと見ながら、私も今夜初めて見てるものが多いんですが、というわけで最初に今見てもらっているのが東北一部ですね、早速これはあの東北サッカー協会のホームページに出ておりました。東北フットボールフェデレーションフォーメンバーズオブソサエティっていうね、はい、日本語で言うと東北社会人サッカーリーグ一部と、はい、開幕4月の25の日曜日第一節となっております。ちょっと文字が小さいと思いますが、詳しく見たい方はぜひ東北サッカー協会のホームページ見てください。まず一番上行きましょうか。岩手県フットボールセンター、10時半キックオフ、FC ガンジュ岩手対大宮サッカークラブと、もうあの週明けイレブン2018から2019、20とずっと今年で4シーズン目迎えてますが、もう週明けイレブン的にはもう2018年の頃からずっとおなじみなんですけども、ガンジュ対大宮とかね、はい、J リーグしか見てないファンの方には全くなんだか分からないと思うんですけど、あの週明けイレブンはずっとこういうカテゴリーのこともやってるんでね、私にとってはおなじみのクラブばっかりが並んでますが、2行目は釜石市球技場、あの釜石ですね、ラグビーで有名だったあの釜石、確かラグビーのワールドカップも釜石でやりましたね、去年2年前にね、日本製鉄釜石、もうラグビーっぽい匂いのするチームなんですけど、あと富士クラブが対戦相手と、そして弘前市運動公園球技場、同じく4月25日日曜日昼12時からブランデュー弘前対、七ヶ浜サッカークラブ、これは宮城県のチームだと思います、七ヶ浜。そして4試合目が女川運動公園第二多目的運動場、これ私が行ったところじゃないかな、私が多分女川対いわきの試合で行ったところだとは思うんですが、はい、そこでやるのがコバルトーレ女川対、猿田工業というですね、これ週明けイレブン的にはもうおなじみのチーム名なんですけど、最近この番組見た人にとっては、こんなチームあるのってね、新鮮かと思いますが、はい、猿田工業注目ですよね。皆さん猿田工業という会社の確かサラリーマンで、
仕事しながらサッカーやってるチームだったと思います。コバルトーレは、2003シーズン前まで JFL で戦ったチームが今東北一部で戦っているという。そして5試合目ですね、仙台大学サッカー場で、仙台大学対、ここなんて読むの、つつき坂、お、これは新しいチームで私初めて見ますが、おそらく、下のカテゴリーから県リーグから昇格したチームなんでしょう。ちなみにざっと見てもらいました6試合だけ、今年の東北一部は12チームありますということが今夜判明しました。ちなみに昨シーズンは10チームですね。で、昨シーズンの東北一部からは降格チームが0でしたと。そして新たに県リーグから2チーム上がってきて12になりましたと。先ほどのそのあれですね、渋谷シティの話とここがちょっと似てると思うんですけど、やっぱり去年のコロナ禍の影響で地域リーグから下のカテゴリーに落ちるってことを基本的にはどのリーグも、降格はなしにしてたと思うんですね。そのことも相まって下のカテゴリーから上がってくるチームを加えてプラス2の12になりましたと。これ多分関東一部2部も同じパターンになってると思うんですけど、まずは東北一部から見てまいりました。そしてざっとリーグ日程よく見るとですね、第一節が7月11日にも飛び合って、これあごめんなさい、プリメーロ対盛岡ゼブラ、忘れてました、大事なチーム名。盛岡ゼブラといえば斉藤明さんって、週明けイレブンでおなじみの、動画説明欄に貼っておきます、斉藤明さんの出演会の、はい、盛岡ゼブラといえばって言えばもう今、日本テレビの、キー局で放送している月曜日の月曜日から夜更かしというね、マツコさんとか関ジャニ∞の村上さんが司会してるあの番組にしょっちゅう出てる斉藤明さんが多分今夜も出るんじゃないかな、もしかしてっていうぐらいね、すみません失礼しました。プリメール対盛岡ゼブラも第一節、ただ日付が7月11日って、ね、いきなり飛ぶっていうね、すごいですね。開幕戦がもういきなり3ヶ月飛んでるっていうね、これ東北ならではなんで、ここ深掘りすると大変なことになるんでさっと流しますが、第2節が4月11日、要するに25日より前に、第2節の方が先に開幕しているですね、もう東北ならではっていうね、すごくマニアックな話なんですけど、なかなか事情がありましてですね、グラウンドが取れるか取れないかとか、あと季節も関係しますね。豪雪地帯で雪が降ってるので試合できませんっていう時期と、うちだったらもう試合はもう雪の心配はないからできますっていうね、こう東北の6県の中のこう地域差、主にこのグラウンド環境の差があるんで、こうやってリーグ日程がですね日付通りになってないというですね、3節4節5節6節とね、はい、6節ぐらいまでは結構日にちがバラバラっていうことが東北一部多いですねというね、はい、じゃあ東北の話これぐらいにして、東北リーグは実は2部リーグがありますと。東北2部の北と東北の南というのがあって、同じように東北サッカー協会のホームページに出てるので、ここは全部開幕カード読み上げてるという場合ではないのでですね、ざっと東北2部の北の今シーズンは8チームで行われるということが今夜判明しましたというか、週明けイレブンというか私的に判明しました。あ、今年の東北の2部の北は8チームでやるのかというね、なかなかこういう情報が年末年始はよく分からなかった、出てなかったので、改めて今夜の放送で皆さんと共にそうなってんのねっていうことを見てまいりたいというのが今夜の放送の趣旨でございます。そして東北の2部の南はですね、ご覧のような、はい、5月16日開幕ってなってますが、こちらは11チームあるらしく、奇数チームになってて、試合は毎節5試合で1チーム休みのパターンですね、きっとね。11チームでいいんでしょう。はい、今年の2部の南は11チームだということが判明しましたということで、はい、お知らせ兼ねて開幕カードずらっと5試合見ていただいてますが、さあちょっとやや字が小さいので見づらい人は失礼しました。続いていきましょう。東北の次は関東リーグ。関東リーグはこれは関東リーグの、公式のページの PDF が
関東リーグは作られてあるんですけど、こちらにずらっと出てます。まあ、関東リーグ一部は今シーズン2、4、ローヤーと11チームでやるんですよ、確か。12チームでやります。はい、失礼しました。昨年の関東2部から2チームが上がってきてっていうことですね。はい、昨シーズンは関東リーグ1部は10チームだったんですけど、今年は降格したチームがなく、下から上がってきた2チームを加えた12で、ちなみに今年から関東1部をやるチームはエスペランサ SC と桐蔭横浜大学、戻ってまいりました、桐蔭横浜大学が関東1部の合わせて12チーム、ということで 前期後期で合わせて確か22試合行われます。前期11試合、後期10試合ということで、各チームがホームゲーム11試合やるというですね、去年よりも試合数が増えましたと。そしてちなみに関東リーグのチームに、試合会場のところに、シャープ有料試合という赤字で出ているところが、いわゆるチケット有料販売試合という意味ですね、はい、このマークが入ってないところは基本的には無料か無観客かみたいな、またこれがこのご時世コロナ禍においてですね、特に1都6県関東首都圏はこう、非常にコロナの感染者が増えやすいエリアでもあるので、施設によっては、例えば大学の敷地内だったらもうお客さんは入れることが不可能ですとかっていうのはね、ケースバイケースあるのでですね、あとその時期によって分かりません。とりあえず今日3月22日は緊急事態宣言は解除されてますけどね、4月の2週目になったらもうコロナ感染者拡大ってなったら、もうこれは試合会場は必ず閉じられちゃうことになると思うので、非常に先行きはまだ見通しが立ってないので、このような案内しかできませんが、とりあえず無観客だろうが有観客だろうが、今シーズンの地域リーグは4月からね、前期いわゆる前期リーグからやりますよということで、さあ2部見てみましょう。関東2部、関東2部は昨シーズン10チーム、そして今年も10チーム、いわゆる2チームが関東1部に昇格しましたから2チーム減りましたが、下のカテゴリーから都リーグや、神奈川県、埼玉県、いわゆる都道府県リーグから2チーム上がってきましたと。今年から、関東2部にめでたく昇格したのがアベントゥーラ川口さん、これは埼玉県リーグから昇格ですと。そして南葛 SC、 東京都リーグから、東京都一部から昇格しました。このアベントゥーラ川口と南葛 SC が、関東社会人、昇格を決める大会というのが去年の12月に確か行われたのをですね、ビターチャンネルでは大特集しているので、そちらのリンク先を貼っておきますので、概要欄に、力作です、ぜひご覧いただきたい。アベントゥーラ川口、特にアベントゥーラ川口の監督さんからはオンラインインタビューも出演していただいたはずなんですけど、そちらのリンク先も貼ってありますので、あと、手前味噌ですが、関東サッカーリーグはですね、昨シーズン関東リーグはお好きですかというビターチャンネルの新しいコンテンツを作りまして、そちらもなかなかの見応えのある、はい、全9回にわたるシリーズ放送をしたんですが、そちらもぜひ今のうちにこの3月中にちょっと見直してもらえれば。そしてさっき言い忘れました、関東一部、これ先週の主役レブンでも放送したんですが、昨シーズンの関東一部の得点王になったのがですね、ボンズ市原の、フォワード、池田光太選手と、栃木シティ FC のフォワード吉田拓馬吉田敦史大変失礼しました、吉田選手、まず申し訳ありません、そして栃木シティ関係者の皆さん、お詫びします。おっとな参謀長、完全に読み間違えるというね、吉田選手が得点王になった、このお二人のですね得点王らしい動画をですね、再編集したものをビターチャンネルで確か先週放送したんですけど、そちらも合わせてくどいようですが、ぜひ見ていただきたい、関東リーグが開幕する前に見ていただきたい、いろいろなお話を、告知兼ねてさせていただきました。
まあビターチャンネル、私を含めたビターチャンネルのスタッフも関東リーグの一部二部は今年ね2021シーズンも行く機会がまあまあ多い方じゃないかなと思ってますし、近々発表しますがビターチャンネルとして、関東リーグの試合をねこう中継するかもしれませんっていうね、はい、今夜話せる話はここまでということで次行きます。あ、関東リーグのお知らせ、はい、関東リーグの公式から連盟からのお達しが出ているのがここですね。ね、2020年リーグ戦は原則有観客試合となってますが、ただし自治体の方針や各公共施設、大学施設の利用制限がある場合は無観客になりますよということが、はい、公式からも出ておりましたということで、さあ次のカテゴリー、はい、北信越一部ですということで、はい、さあこれは北信越リーグのリーグのページのこれも PDF かな、 PDF じゃないですか、 PDF、 いや普通に、あ、ホームページで、はいはい、北信越リーグに飛んでいただければこのページが皆さんも見れると思いますが、まず北信越一部は今シーズン12チームでやるということで合ってますか、合ってますね、合ってますね、12チーム、一部が12チーム合ってる、 8か4カードしかないんですけど、あ、9チーム、失礼しました。北信越リーグ北信越一部は一部は9チームなんで、奇数チームの1チームだけがお休みで、試合カードとしては4試合と、はい、FC マツセロナが一部いるんですね。福井ユナイテッドとかアルティスタ浅間はもうおなじみのチャンピオンズリーグにもね出たり、ビターチャンネルも何度も何度も取材しているチームですが、マツセロナはまだ初のはずで、確かマツセロナに塩澤翔吾選手が現役として所属しているというですね、昨シーズンまでアルティスタ浅間でプレーしてて、昨シーズンで引退しますって言って、確かオンラインインタビューにも塩澤翔吾選手に出ていただいたときに、2020年でも僕は引退するんですと、学校の先生になりたいみたいな話をしてた、あの塩澤選手が FC マツセロナに所属しているというですね、ということはアルティスタ浅間対マツセロナの時には出るんですかねみたいなね、もう4月の11日じゃないですか、第2節マツセロナ対アルティスタ様気になるなーっていうね、はい、というあの私個人的には今興味あるところ言ってますが、当然北信越一部はもう福井ユナイテッド、昨シーズンのリーグ王者ですね、地域チャンピオンズリーグの常連と言ってもいいですね、追いかけるアルティスタ様というこのねこの2強が常にこのリーグを引っ張ってるというのはね、今年も戦いが繰り広げられるんじゃないかなと思ってますが、さあ北信越は2部もありますと、2部リーグの方が10チームなんですね、あ、2部リーグの方は8チームなんですね、はい、失礼しました。リベルタス、チクマ、ビターチャンネルでも、監督にオンラインインタビューで出ていただきましたリベルタス、チクマ、そしておなじみのチームばかりですか、降格がなかったからこれは入れ替わりもないのかな、 SR 小松というチームはもしかしたら今年からですか、はい、私たちも情報不足でビターチャンネルもなかなか追いかけられてない北信越2部ですが、このような開幕4月25日からスタートですということで、さあ次行きましょう、あ、こちらは北信越リーグの北信越フットボールリーグからのいわゆる新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン、いわゆるプロトコルが出てました。3月6日に発表されてました。だいたい同じです。毎週のように代表戦の場合はどうなんだとかね、 J リーグのプロトコルはどうなってんだって話、よく最近今年になってから主役イレブンでよく触れてるんですが、だいたいそれに倣って同じようなことが北信越リーグのプロトコルにも載ってますということで、はい、ちょっと時間の関係で省略しますが、はい、ちゃんと発表されてますということをお伝えしておきます。はい、次、東海社会人リーグ、東海社会人リーグは1部と2部があるんですが、残念なことに東海社会人リーグ今夜の時点ですよ、3月22日の時点でリーグの公式からは何ら発表がないというですね、そして番組スタッフ一生懸命探してですね、
こちらの方見ていただいているホームページはバレンテ、バレンテ矢崎っていうチームだと思うんですけど、正式名が、はい、バレンテのホームページでは、なんとあの開幕戦から全部発表されているですね、これはあのフライングで発表してんだが、リーグとして発表してないのが、そっちが遅いのかは私にはよく分かりませんが、ちなみにバレンテと中京大もすでに発表されてまして、ちなみにこのバレンテは開幕戦が徳波大学浜松キャンパスという、これあの山西さんがあの元ジュエルの山西さんがコーチやってるところで、はい、確か沢登さんが大学リーグの方の監督やってるはずで、はい、それ東海リーグ、あの東海リーグにも参戦してる徳波大学と、バレンテはやると。で2試合目が中京大ですね、これ中京ユニバース FC というのはね、中京大と、はい、あとトヨタ FC 伊勢志摩が第5節っていうね、小倉理事長小倉貴文さんが確か、現場の方の、指導者の方も兼任でやられてる小倉さんがや率いてる FC 伊勢志摩と第5節とかね、はい、以上ずらっと、トヨタ州球団とか藤枝市役所とかね、もう週明けイレブンで同じようなチーム名、よく知らない人には何ですかそれっていうねチーム名ばっかりですが、東海リーグも、去年で FC カリアが卒業したので、今年はどこが本命になるんだろうっていうね、去年までのパワーバランスからいうと FC 伊勢志摩かなという気はしてますが、そこら辺は私もよく分かりません、ある種ちょっと今年は東海リーグ FC カリアが卒業してしまった東海リーグの、その後はどこが見どころなのかは私も含めて、今年からまた探っていきたいなと思ってますが、藤枝市役所には頑張っていただきたいというのが個人的には思ってますということで、さあ次、ちなみに東海リーグの2部は見当たりませんでしたということで今夜の時点で、はい、また分かり次第皆さんにもお伝えしましょう。さあ次は関西リーグの、これが1部2部同時です。これ関西リーグはあの1部リーグと2部リーグあるんですが、関西リーグ1部は8チーム2部は9チームありますと。今年やったらこの奇数の9チームが多いというのは、降格がなくて下の、あの県リーグから1チーム上がったとかそういう事情があると思います。はい、関西リーグの場合はこの試合なしのチームがちゃんとここに明記されているのでね、第1節は試合数が全部で 1,2,3,4,8 試合で、試合なしのチームが、明石のチームですと、はい、というふうにずらずらずらっとね、はい、これ第1節は4月の10日11日と土日開催で、これ淡路島ですね、はい、淡路島集中開催、これ毎度おなじみなんですけど、関西リーグの開幕は必ずここで集中開催というね、はい、知ってる人にはおなじみの話、知らない人には本当何それっていうね、ここがこう日本サッカーの5部リーグのね独特な空気感があってね、はい、喋ってる私だけがなんか盛り上がってですね、聞いてる人がよく分かってないでしょっていうのはね、それも分かります、はい、それでも喋ります。私はもう毎年やってますけどこれ、行ってないとこ私もあるんで、今年はちょっと関西リーグ本当に行こうと思って、去年特にとにかくコロナで試合やってないわ、始まったと思ったら後期リーグだからあっという間に終わったんで、去年なかなか行けなかったんでね、コロナ感染対策を万全にした上で私もなるべく関西行きたいなと思ってますが、私個人的にちょっと気にしてるのはですね、ポニベニールアスカさんが、ね、あのミノベさんが、今年から行ったポニベニールはもう開幕戦から起こしやす京都っていうね、これ誰かに言ってほしいななんか関西方面のビターチャンネルスタッフにここは見てほしい。あ、ラランジャ京都ね、ラランジャ京都も去年のチケツの栃木ラウンドであんだけ出てくれた、あとロングスローをする、ハーフのね、彼、あの過去動画リンク貼っときます。あのまずラランジャ京都のあのスーパーロングスローを投げるあの動画貼っときます。マナスペシャルっていう確かタイトルでね、あとおこしやす京都とかね、主役イレブンのおなじみの関西リーグのチームの情報も過去動画たくさん出てるんで、ぜひこの今夜の主役イレブンの放送会の
動画詳細欄をぜひご覧ください。あと気になってんのはですね、FC 淡路島いよいよ出ました。去年の主役イレブンのニュースでたびたび紹介してた FC 淡路島、関西2部上がってきたんでね、まさに淡路島ですよ、ホームグラウンドで、ここも気になるから関西方面のビターチャンネルスタッフに行ってほしいな、淡路島っていうね、はい、そんな気がしてますということで、まあいよいよ4月あと 2,3 週間もすれば関西リーグも始まりますということで、じゃあ次のカテゴリーグいきましょうか。次は、関西サッカーリーグもプロトコルが出てますということで、開幕週の、この淡路島の開催のプロトコルはですね、もう細かく出てます。細かく出てるということをお伝えするにとどめます。これは関西サッカーリーグの公式ホームページ出てますので、行かれる方は事前にこのチェックをしてね、プロトコルのチェックをしてから淡路島に向かってくださいということで、さあ次行きましょう。中国サッカーリーグ、中国サッカーリーグはなんと今週末から開幕ですということで、3月28日日曜日に、一斉開催で、全部で9チームになりますということで、1チーム必ずお休み週ですと。ちなみに今週末の28日は SRC 広島さんが試合なしと、残り8チームでやりますと。さあここはですね、ベルガロッソ浜田というチームがですね、昨年ビターチャンネルの、オンラインインタビューで、永谷選手出ていただきましたね。リンク先貼っておきます。永谷選手今年も元気に頑張っていると思ってますので、活躍期待してますし、まあ全社でおなじみのね、三菱自動車水島さんとかね、まあチケツでも SRC 広島の取材はよくビターチャンネルでもさせていただいたので、なるべく多くの過去動画を、このチーム知らないなっていう人がいて当たり前なんでね、ぜひビターチャンネルの過去動画でこういう見知らぬチームのね、ちょっとでも興味がある人にはビターチャンネルがお役に立てればと思うので、ぜひ動画詳細欄のリンク先をぜひチェックしてみてください。中国サッカーリーグ、あとそうそう、中国サッカーリーグといえば、昨年中国サッカーリーグの事務局の、山下事務局長さんにですね、オンラインインタビューに出てもらった動画もあります。そちらは昨年 のコロナ禍におけるリーグ戦の実施を大幅に変更したっていうね、このリーグを運営する側のこう何を考えてたかなんていうインタビューが出てるので、そちらもこの開幕する前にぜひ見ていただきたいなと。あ、2020年ってそういう年だったんだなと、それを踏まえて2021年を今度は開幕戦から3月4月からね、粛々とやっていこうというのがね、合わせてそちら興味ある方見てほしいなと思って、さあ中国サッカーリーグ7月まで前期やって11節から18節まで、最終節が一応10月3日までと、ほぼ2019、18、17と例年通りのカレンダーで今年はやれそうですということで、さあ最後九州リーグ、九州サッカーリーグ、すみません、四国リーグはまだ未発表でしたということで、割愛、今夜は割愛、四国リーグは未発表、そして最後は九州リーグで4月の3日ですね、2週間後ですね、4月の3日土曜日開幕と、開幕カードを一応これ沖縄の南風原町と読むといいんですか、これは多分読み方がちょっと違うはずなんですけど、これ全部沖縄ですね、これ4月の3日と4日は土日沖縄開催ですね、これどう見てもハイバラ、ハイバイ、ハイバイわからないです、はい、よく聞き取れなかったんですみません、沖縄開催ということで全11チームです。今年の九州リーグは全11チームなんで、5試合プラス1チームお休みのね、5試合ずつやって1チームずつ休むという、ちなみに1節2節の次が3節目が、これは3節目はホームアンダーウェイですね、集中開催じゃなくてね、宮崎ホームとか鹿児島ホームとかなってるんでね、
九州リーグの特徴はですね、年に数回、年に3回か4回土日使って、大分ラウンドとか宮崎開催とか沖縄開催みたいに、九州リーグは独特なんですけど、こうやって土日に集中開催するというですね、非常に効率的かつね、たくさんのチームがね、一気に交流できるっていう意味でも、私も去年確か、あ、一昨年かな、2019年に宮崎じゃない、大分の土日開催に行ったんですけど、やっぱりたくさんのチームのことが一気に見れるっていうのはそれなりにいいことだなと思って、はい、あとミニ合宿みたいになるんでね、土日みたいなね、一泊するんでね、選手同士の交流も深まっていいんじゃないかなということを感じましたので、九州リーグはなかなか独特だなと。ということで、駆け足でやってまいりました。あ、9つの理由のうち今夜の時点で分かったことをお知らせしましたということで、さあ今夜の主役11まもなく放送終わりです。あ、今夜長く50分もやってしまいました。ということで、まなちゃん、長い時間聞いていただいてありがとうございました。もうエンディングなんで、まなちゃんに締めてもらいます。よろしくお願いします。はい、参謀長ありがとうございました。本日の週明けイレブン第144回は以上となります。また145回の方もご覧いただければと思います。おそらく日本代表戦の裏でバッチリ被せていくと思いますので、皆さんぜひよかったら見てくださいね。それでは最後に一言、スカートの中を取らないでください。それでは皆さん、See you next time!